マレーシアのマラッカにやってまいりました。オランダ広場っていう場所ですね。観光客がたくさん来てます。なんかモニュメントですね。観光客がたくさんなんか写真撮ってますけど、まあ、お決まりのパターンなんですね。で、噴水がジャバジャバと、世界遺産の町マラッカなんですけども、そこにあるのが教会ですね。教会、なんか派手な教会ですけど、まあ宗教っていうか、なんかもう、まあ、宗教なんでしょうけど、もうここまで観光客増えちゃうと俗っぽくなりますよね。で、人力車がたくさん止まってますけど、人力車すごい派手ですよね。何のキャラクターなんだろうね。ディリーですかね。あ、これハローキティ？キティちゃんですね。すごいですね。なんかこれ面白いですね。なんか教会のこの、歴史的な建築も多いんだけど、このド派手な人力車がまた面白いね。まあ、日本とは違うよね。日本だと人力車はこんな派手にしないもんね。まあ、そこに文化の違いを感じますけども、まあでもさ、日本でもマレーシアでもタイでも香港でもそうですけども、観光客とか観光地とか行くとね、観光客たちって、まあ自分も観光客ではあるんだけど、なんかさ、自由奔放に動き回ってるように見えて、なんかすごい一定の規則に従って動いてるなっていうか、そういう感じありますよね。そう、すごいなんかね、伸び伸びとしてるように見えてね、伸び伸びとしてるんでしょうけど、まあ、決まりきったとこしか行かなかったりしますよね。これなんだろう、これ牛ですね。派手ですよね。やっぱとにかく派手にしようっていう、もうその派手一色っていう、そういう文化なのかな。 Welcome to Historic City マラッカ。観光地ってか観光スポットとされる場所っていうのが決まってて、そこを一歩離れると誰もいなくなるみたいなね。なんかねえ、そうですね、これ中華街の門とか、中華街チャイナタウンですね。ジョンカーウォークっていう、ジョンカー通りかな、なんかそういうところみたいですね。すごいね、これね、この竜、この竜のぐるんとしたこのねえ、やっぱりさ、中華系の文化って竜が多いですよね。やっぱり強いものにこうあやかろうっていう、そういうことなんでしょうね。これ日本とは違うところですね。もう全体が赤いですね。まあ情熱の色ってことなんでしょう。まあ何が何でもね、強くなければどうしようもないですからね。まあ鯉が水吐いてるし。あ、ジョンカーストリートって言うんですね。あ、そうそう、そういえばね、タイのバンコクにカオサン通りっていうのがあるんですよ。まあ有名な街なんだけど、あのカオサン通りって言ってさ、なんかその安宿街っていうのかな、まあまあホテルとかたくさん集まってる通りなんですけども、まあ今はもうなんか観光客向けのお土産屋さんとかたくさん並んでる、まあ観光地なんですよ。でさ、カオサン通り行ったんだけど、そのカオサン通りからちょっと離れてさ、まあほんとちょっと一歩外に出て、そこにさ、大通りがあって、なんかタイの王様とかね、王女様とか、まあなんかそのね、貴族というか、まあその、
王族の方々の写真がずらずら並んでいる、アーチがあったんですよ。で面白いなと思って写真撮ってたら、なんか警備員みたいなのが来て、ダメダメダメとか言われてね、うん、ここは写真撮っちゃダメなとこだみたいな感じだったんですよ。うん、で、あ、そうですかって感じで、まあ、退散したんだけれども、まあ、そこ王宮の近くだからね、まあ、いろいろとこう警備が厳しいのかもしれませんが、見渡せばさ、観光客なんかそこ一人もいないんですよ。カオサン通りの近くですよ、うん、だけどもう誰もいないんですね、うん、だからさ、観光客の皆さん、カオサン通りもいいんだけど、ちょっとさ、こっちなんだろうって言って観光地じゃないところに足を踏み入れたりしないんだよね。うん、だもう決まりきったところだけを歩くんだよ。だそれを見てさ、いやー、なんか自分の意思で行動してるようでいながら、なんかいろんなものに動かされてるようなね、すごい、なんでしょうね、これもなんか中華風の病というかね、え、まあ、中国はすごいよね、やっぱね、このデザインがね、もう竜が巻きついてますもんね。あ、写真撮るんですね。もう写真の撮り方一つ撮ってもみんな同じ撮り方するもんね。なんか有名なランドマークの前に立って、パチリとまあそんな感じで、まあ観光客ってのもなんか決まりきってるなぁなんてことを思いました。うん、まあというわけで今チャイナタウン、マラッカのチャイナタウン来てるんですけど、まあ路中がひどいですね。なんか文句ばっかりですけど、文句言いたくなるんですよ。路上駐車、もうこれ駐車スペースなんでね、別に何も悪いことじゃないんだけど、いやー、なんかどうにかならんかなと思ったりします。なんかその別に駐車場を設けてそこに止めて歩いてきてよってわけにいかないのかな。いかないんだよね、暑いから。暑いんすよ、うん、人力車とかもね、これ一方通行なんだけど、自動車多すぎませんかこれね。え、まあ、私はシーズスカイラインっていうゲームがありますけど、あれなんかやってるとね、こういう市街地をパスするバイパス道路を作って、そっちに自動車を誘導したりとかしたいなとかね。あと、まあバスや路面電車を設置して、まあ、なるべく公共交通機関を使ってもらうとかね、そういうのしたらいいんじゃないかなと思うんだけど、無理でしょうね、暑いから。車社会なんですよ。雨も多いですからね、マレーシアは暑くて雨も多いので、歩きたくないんでしょう、地元の人は。ただ日本でもさ、北海道ってさ、いわゆる車社会って言われるじゃん、沖縄とかもね。だからあそこはさ、割とこの世間体なんだよね、あれ。まあ歩くと なんかそのね、スーパーとかコンビニも遠いからっていうのもあるんだけど、でも彼らは世間体で車使うじゃん。歩いてたら恥ずかしいとかさ、歩くのとか自転車って子供っぽくてみっともないよねみたいな、世間体で自動車をついつい使っちゃうっていうのが、日本人ね、北海道とかあるよね、田舎はね。マレーシアの人はね、世間体じゃなくてね、暑いからなんだろうね。車の中多分そのクーラー効かせられるじゃん、そういうことでしょうね。だからお店の前に路上駐車して行けるの方が楽なんだよ。だからどうしても市街地の駐車とかバイパスとかそういう問題じゃないんでしょうね。まあ私はちょっとね、なんかその観光地の商店街でね、路上駐車がたくさんあって、で自動車がずらずら入ってきてね、渋滞するっていうのはなんか景観が良くないなとは思うんだけれども、まあしょうがないですよね、地元の人の生活が第一ですからね。えこの新コーヒー、あのさ、話変わるけど、この外国行くとさ、 NG 多いですよね。 NG って悪い単語が、
日本語だとさ、NG と N ってさ、別に変わんないっていうか、まあ、変わるんだけど、区別しないわけですよ。例えば、ね、なんでしょう。だから、sin っていうのと、sin、NG、別に、厳密に言えば違うけど、でもそこは意識しないし、区別しないのが日本語なんだけど、まあでも厳密に言うとね、NG なのかなっていう。パラオって国でさ、あそこ確か日本語がちょっと、日本語が使われてるというかね、おじさんとかおばさんって言葉がもう、日本語じゃなくて向こうの言葉として使われてるらしいんですけど、これすごいね、これ。これもね、中華、もうね、中華はね、派手がね、派手さが売りですからね。まあ、本場の中国行ったことないですけどね。パブリックトイレット。あのね、観光地のトイレはこの辺り有料が多いですね。50銭とかかかりますね。だから日本円で15円ぐらいですか？かかりますね。まあ、大したことないんですけど。おじさんとかおばさんって言葉が、パラオで使われてて、でもそれアルファベットで書くと、おじさんだったら、OJISANG なんですよ。おじさん、だから最後 NG で終わるんですよね。おじさん、さんだから N で終わりでよくねって思うかもしれないけど、言われてみるとさ、おじさんって単体に発音したら、おじさんってなんか濁った感じで終わるから、おじさん、で最後に G がつくのがまあ、そういうことになるのかって、まあちょっと、まあいいんですけどね。しかし暑いっすね。暑いよ。暑い暑い。いやー、まあ今日本では梅雨時らしいですけども。日本も暑いと思うけどね。マレーシアもやっぱ暑いわ。まあこの辺りで終わりかな？なんかちょっとね、その、チャイナタウンの風景の話じゃない。話ばっかりだけど、なんか最近なんか旅行しててもね、なんか別のこと考えてますからね。目の前の風景あまり見てないんですよね。なんだこれ。ねえ、なんか裏通りなんかも。ジョーカーストリートマラッカ。ねえ、この中華風の。しかし本場の中国ってこんな感じなんでしょうかね。中国風っていうのと中国ってのは違うけど、本場の、だから北京とか上海とかってこんな感じなの？上海にもさ、上海なりの中華街っていうのがあって、そこだけこうなってたら笑っちゃいますよね。なんだ、中華街って、中華じゃなくてそういうイメージじゃないかみたいなね。わかりませんけどね。行ったことないので。ジョンカーウォークっていう街ですね。日本語書いてありますね。ジョンカワークはマラッカ市内の中心にあって、古代の品物が売られている名所として知られている。そのうち半分の店が300年前から営業を始めた店もある。ああ、なるほど。いつでも来客が気軽に移動。これ来客の、これ厳密に言うとこれ日本語違いますね。まあこれ多分中国の漢字体の影響を受けてるんじゃないかな。まあ別にいいんですけどね、わかるんでいいんですけども、まあ日本語書かれてますね。たまにありますね。でも本当ね、マレーシアの方々は結構日本が好きな人が多いんじゃないかななんて思いました。っていうのはね、なんかね、まあ外国なんでもう日本語通じないだろうと思って日本語をわざわざ使ったりはしないんだけれども、たまにね声かけてくれる人とかいまして、日本からですかって日本語で喋る人がいるんですよね。まあありがとうとかこんにちはとか、まあその辺は有名なんだけど、ちょっと待ってとか、まあいろいろとね、ちょこちょこと単語を覚えてる人とかいるんで、マレーシアは親日的だなという感じ、印象はありますね。もちろんそのちょっと旅行で行っただけではわからないと思うけど、日本に対するイメージはものすごくいいんじゃないかなと思います。それはまあいいことですけどね。
うん、別に私日本下げをしたいわけじゃないんで、ね、別にマレーシア下げもしたくないですけど、うん、これね、ちょっと別の道入ってきましたけど、ホテルも多いんですね。やっぱりマラッカはやっぱり観光地として非常に有名な街なんでね。なんか歌ってますね。いいっすね。しかし残念なことにマラッカって鉄道来てないんですね。クアラルンプールから、コミューター電車でタンピンという駅に行きまして、タンピンからバスでマラッカに来たんですよ。やっぱりね、バスっていうのはレベルが高いというか、難易度が高いんですね。鉄道は結構外国人でも乗りやすいというか、わかりやすいんですよ。もうなんか自分なんか、海外旅行の初心者ではありますけれども、日本以外の鉄道に乗るのはちょっと慣れてきたかなというのがあります。まあ大体鉄道って言ったら、乗り方決まってるというか、そういうもんねみたいな感じなんで、あまり困ることはないんですけど、バスはね、ほんとね、ややこしいですわ。Google マップを見て、系統番号とか調べてさ、マラッカ行きは何番だなとかやってもさ、なんか番号違ったりしてましたからね。まあこれは、Google マップが間違ってるわけですけども、その辺の情報が曖昧になったりしてるところがね、やっぱり鉄道じゃなくてバスって難しいなと思いました。うん。まあ日本でもバスって難しいですからね。まずさ、日本だとさ、路線バスね。運賃をいつ払うのかっていうのがよくわからなかったりするわけですよ。前払いなのか後払いなのかっていうね、これなんでしょうね。これもなんか、じゃあ昨日も来たんだけどね、ここね。昨日も来て今日も、ちょっとね、時間が余ってるので、もう一回来たんだけど。なんだこれ。シミョーなんとか。まあ中華風のお寺みたいな。あ、光林寺って言うんですかね。光林寺。光林寺。ここはどこの光林寺ってね。これバス停ですけども、マレー語と英語とあとこれヒンディー語なのかな。ちょっとこれなんでしょうね。これなんかわかんないんだよね、これね。まあ多民族国家ってこともあって、まあ英語、マレー語、そして中国語とヒンディー語っていうのかな。いろんな言葉が混ざってますよね。日本語はちょっとあんまりないですけど、まあ少しはあるかな。まあだからさっき言ったように、まあ日本人は正直言ってマレーシアっていう国に、もちろん悪い印象は全くないと思いますけども、別に特段いい印象があるかって言ったらね、まあタイは割と観光地としてかなり日本人は好きな人が多いと思うし、台湾とかもそうなんですけども、マレーシアはまあイメージとしてはいいっちゃいいんだけど、そこまで存在感はないかなっていう、ね、マレーシアの皆さんに申し訳ないんですけども、っていうのがまあ正直なところですが、マレーシアの人たちからすると日本っていうのは結構存在感はあるし、かなりいい印象を持ってるでしょうね。だからやっぱり日本人ももっと外国人の観光客とかにもっとこう優しくしてあげてほしいなというふうに思うわけですよ。これもなんかモスクですかね。イスラム教の、イスラム教の施設だと思います。あ、そう、だからね、トイレに行くときには、観光地のトイレ、お金かかるし、まあ、お金かかってもいいんだけど、お寺とかね、そういう宗教施設とか、入れるところあるんで、こういうところだとね、割と、トイレ使わせてくれますね。こういうのも一つの手かなと思います。
これすごいね、この文字が芸術的ですね。文字じゃなくて絵みたいですね。なんて読むんでしょうね。マスジットカンプンクリンっていうのかな。あ、カンプンクリンモスク。ちょっと読み方が多分間違ってると思いますけども、入っていいんだよねこれね。あ、入っていいんだろう。あ、ノーシューズ。あ、だから靴脱いで入りなさいってことですね。あと女性はスカーフをかぶる、男性は、あ、半袖ダメなんだ。ちょっと長袖に今長袖の服着てるんだけど、腕まくっちゃってるから、ちょっと腕をちょっと隠すというかね、ちょっとこの、イスラム教のモスクですね。まあ観光地のモスクなんで、なんか厳粛な祈りの場っていう感じなのかわからないけども、まあでもやっぱりね、女性はスカーフ被らないといけないし、こう身だしなみというかね、聖なる場所ですから、俗世間とはちょっとね違うよっていう、そういうルールがあったりするわけですね。ちょっとトイレ行きましょう。これは何だろう、お墓かな。なんか棒がたくさん立ってますけどね、えお墓、あのお寺ってよくお墓がついてますよね。でもマレーシアのモスクも、お墓とかお葬式とかも兼ねてんのかな。ね、もうここから先は聖なる場所なんで、ノーシューズですね。靴は脱げない、脱ぎ、でも脱げば入れるってことですよね。あ、水も売ってるし、まあ、ちょっとここは観光地っぽくなってますよね。観光地のモスクですから、ちょっと、まあ、観光客受け入れてるって感じかな。まあ、マレーシアで日本の話するのも嫌なんだけど、日本では今オーバーツーリズムとか言ってさ、外国人観光客が増えすぎてバスが混雑してしまったりとか、ホテルが混雑してしまって日本人が泊まれないじゃないかみたいな、なんかそういう問題が発生してるらしくてですね、これはヒンドゥー寺院かな、ヒンドゥー教みたいですね。ちょっとなんかヒンドゥー教にしては迫力不足だよね。ヒンドゥー寺院って言ったらもうなんかすごい装飾がすごい芸術的なものがあるけど、ここはなんかすごいなんか単純というかね、のっぺりとしてますけど。でその話をしてたらちょっと曇ってきちゃった。もしかしてマレーシアはね、本当ね、天気の移り変わりが早いですね。あ、晴れてると思ったらいきなり雨が降ってきて、だから今日も雨降るんじゃないの。ちょっとざ一回ざっと来るかもしれませんよ。でまた晴れる可能性があるかなみたいな感じで、天気の移り変わりがすごく早いなっていう。だからオーバーツーリズムの問題があるっていうのでね、最近日本では随分社会問題化してるみたいですけども、なんかそのための対策として観光税を取ったらいいんじゃないかっていう話があるんですね。外国から日本に来た観光客の方々から、例えば入国1回1000円とかね、わかりませんが税金取ろうとかね、あとそれから外国人料金の設定、姫路城は今までは1000円だったんだけど、外国人からは4000円取ろうとか、そういう案があるそうなんですよ。で日本人の多くがそれに賛成してるってことなんですよらしいんですけども、でそれについて私が思うのは、それ例えばね、その観光客受けるためのインフラが必要でしょ。バスを運行するとかね、まあ、京都ももう地下鉄もっと作ったらいいんじゃないのかな。もう京都
でさ、その京都からその別のところに移るための鉄道はたくさんあるけども、市内道のさ交通機関が貧弱なんじゃないの？だってバスと地下鉄、地下鉄っても烏丸線と東西線の2路線だけでしょ。であとちょっと路面電車とかもあるけど、ちょっと京都さ大都市で観光超大都市の割には交通機関が貧弱なんだよ。だからもっと地下鉄増やすとか、まあその地下鉄作るにもね時間とお金もかかるんで、とりあえずまずバスを増やすとかね、まあ、そのための費用として観光税から賄おうっていうんだったら分からなくはないんですよ。これなんかすごいね、これマレーシアはこういう壁画が多いですね。壁画の街が多いですね。うん、やっぱりその街中を芸術的にしようっていう、そういう一つのプロジェクトというか、まあ、クアラルンプールもそうですし、いろんなところで壁画の街、壁画が多いですね。うん、楽しくていいですね。なんかこう音楽がね、いろんなところでもうとにかく街中でもうとにかく楽しい雰囲気を演出しようという、まあ、人工的ではあるけどそういう感じありますね。これは川ですね。バッチリですけどね、バッチリですけど、こうボートとかも走ったりとかして。もう川沿いの遊歩道なかなか風情がありますね。そうそう、だから日本の、お、ちょっと待った、これ何、これ面白くないこれ。ねえ、なんか不気味ですよね。ラフ像なんだけど髪の毛がボーボーになっててさ、いやーこれは画期的だね。うん、見逃すとこでしたけど、これね、ね、ただただ美しいだけじゃないラフ像っていうことでね、芸術的ですよね。日本の観光税の話なんだけど、まあ観光税とか外国人料金とかを徴収して、そのお金でインフラ整備を進めて、もっともっと観光客を受け入れられるような街にしていこうっていうんだったら、まあそういう手もあるかなっていうのはあるんだけど、たださ、今日本人の多くが観光税導入とか外国人料金に賛成してる理由っていうのは、そのお金をもっと稼いでインフラを整備しようっていうことではなくて、なんかさ、外国人から、要するにさ、外国人がたくさん来て迷惑なんで、その迷惑なんでね、要はさ、罰金を取ってやれみたいなさ、だからそういう発想になってません？そういう感情になってません？要するにお前らさ、外国人ね、口に出したくはないけど、要は迷惑なんだと、うざいんだと、だからお前らちょっと迷惑料払えるみたいなね、うん、要するにさ、罰してやろうっていうさ、そういう気持ちで観光税取っちゃおうみたいな、罰金なんですよ要するに。うん、でそういう感情で観光税とか導入してしまうと、観光税、まあ、例えば観光税取りましたと。でもそのお金使って何したんですかって言ったら、何もしてないと。インフラ整備したんですか？してないです。別にそれでいいよってなっちゃいません？うん。観光税取るなら取ったね。そのお金をちゃんと、そのお金で、例えば2階建て路線バスを走らせて、混雑を緩和するとか、そういうふうにさ、ちゃんと、その観光、より良い観光地を作るための、その整備、その設備投資をしていくんだったらいいんだけどさ、そういうことしなさそうなんだよね、日本人だと。だってその心の奥底にあるのは、ただ外国人を罰したいだけなんだから、うん、罰金取りたいだけなんだから、違いますか？そうでしょ？あ、これなんだ、これどっち行けばいいんだ、こっちか、あ、こっちかね。ここもなんかすごいね、これ虎ですかね。おりゃー、食べちゃうぞーって感じだよね。すごいね、これね。あ、虎年なのかな、うーん、わかんないけど。タイガース。阪神タイガース。ね。だ、外国人罰してやれみたいな、そういう思惑で観光税取ろうって言うんだったら、私はそれは良くないなと思います。うん。
アイス。まあ、要するに観光税を徴収しようとか、外国人料金を設定しようとか、そういう発想の裏側にはそのオーバートゥーリズムの問題だけじゃなくて、外国人を罰してやりたいっていう、そういう気持ちが含まれてるような気がするのでっていう話なんですけども、じゃあなんでさ、日本人がそうなっちゃうのかって言ったら、多分ね、その外国人のマナーが悪いとかね、多分それって表向きの理由で、多分言葉が通じない言語を喋ってるのがストレスなんじゃないかな、想像なんだけどね。私は海外旅行初心者ですから、今まで行ったことがあるのもタイ、ラオス、そしてマレーシアでしょ、で香港、台湾、あとマカオかぐらいなんですけど、アジアしか行ったことないんですけども、まあそのアジア諸国でね、あの電車の中で携帯電話で通話すんなって言ってる国は一つもないんですよ。あの飲食禁止っていうのはありますよ、台湾とか香港とか、まあタイもそうですが、電車の中、あ、地下鉄ですかね、地下鉄の車内で、まあ禁煙は当たり前ですけどね、ノースモーキングは当たり前ですが、飲食も禁止って書いてます。うん、シンガポールもそうじゃないかな、うん、飲食禁止、シンガポールなんて飲食禁止で、飲食したら罰金取るぞみたいなね、シンガポール厳しいですよね、うん、でもね、携帯電話で通話するの禁止っていう国は見たことがない、日本以外見たことない、うん、でさ、じゃあなんで日本では携帯電話で通話をご遠慮くださいって言われるかっていうとね、一つの説として電話をかけてる人ってさ、その他の人と話してるわけじゃん、他の乗客にはさ、何を話してるのかわからないじゃん、一方通行じゃん、はい、はいはい、あ、どうもその説は、どうもどうもありがとうございます、あ、そうですね、あ、はい、12月の、ちょっと待ってください、12月の、あ、本当ですか、そうですよね。はい。花子さん。あ、純ちゃんも。純ちゃんが。あ、純ちゃんもですか。それは、それ良かったですね。いや、本当良かったですね。はい、25日ね。あ、25日なら問題ないと思いますけども。はい。はい。はい、新宿ね。新宿、西口でよろ、あ、西口、あ、中央西口の、そうですか。わかりました。じゃあ、12時頃に行けると思いますので、どうも、はい、どうもありがとうございます。じゃあ、ね、楽しみにしてますので、みたいなさ。これ、何言ってるのかわかんないじゃないですか。ねえ。周りの人からするとね、何の話をしてるのかよくわからないわけですよ。これが気持ち悪いらしいんですよ。うん、つまりね、その、電話っていうのは、電話をしている本人にしか会話の内容が分からなくて、周りには何の話してるのか理解できないじゃん。で、そういう声を聞くのが不愉快なんだって、不快感なんだって。だから、それが嫌なもんだから、なんかその、心臓のペースメーカーの問題だとか、なんだかんだ理由をつけて、別の理由で、その、携帯電話の通話をね、やめさせようとしてると。で、それが今にも続いてしまってるってことらしいんですよ。うん。で、こういうことから考えるとね、要は、理解できない言葉を喋ってる人が近くにいるのが不愉快だっていうの、これが日本人の、心理なんですよ。うん。で、話変わるけど、この辺ね、カラフルですよね。この建物の色がカラフルでね、面白いですよね。カラフル。ロード、カラフルね。で、なんでそのね、携帯電話の通話 してほしくない理由は、って話をしたかっていうと、つまりどういうことかっていうと、それが外国人がうざいという感情につながってくるわけ。うん、つまり日本人ってのは周りの人たちが理解できない言葉を喋ってると、
ストレスを感じる民族なんですわ。でもって、だからそれはさ、外国語でも同じでしょ？自分が理解できない。つまりね、日本人ってね、周りの人たちのことをね、全部理解したいと思ってんだよ。自分とは全く関係ない他人、赤の他人であっても、全部把握しきりたいと思ってんだよね。これやばいっすよ、これ。未だにこれ世間の感じで生きてんだよね。世間っていう認識で生きてんだよ。世間だったらさ、自分の知ってる人たちのコミュニティによって世界が作られてるから、それを把握していくのは当たり前なわけよ。だから田舎のさ、農村みたいな感じですよ。ああいう田舎の農村地域ってさ、ご近所さん同士も顔見知りじゃん。でも、なんとかさんのうちでもう今度赤ちゃん生まれるねとか、みんな知ってるじゃないですか。もうプライバシーもあったもんじゃないですよ。で、そういうのがもう都市部であっても、そういう感情が残ってんだよ。だから携帯電話使われるの嫌だ。でもって、外国人がその分からない言語で喋ってるのも嫌だって、これことでしょ。だから外国人が喋ると、外国人がたくさん来ると、うざいと。だから罰金取ってやると。こういう話になるわけよ。これじゃダメだ。ね、何が言いたいかというと、様々な諸問題っていうのは、結局、奥底にある人々の心が生み出してるって言ったわけよ。でもそのさ、日本人のメンタリティじゃさ、この先どうやってやっていくの？少子化問題もあるし、ねえ、ほんとなんかマレーシアに来て日本の話する、ほんと私もう、実はもう回り回って自分はすごいナショナリストなんじゃないかって思っちゃうわ。嫌ですね、私はもう個人主義、もう国家なんてどうでもよくて、個人で行きたいんだけどさ、いやー国家の呪縛はきついですね、やっぱりね。ねえ、マレーシアの皆さんも、ぜひちょっと、まあマレーシアは多民族だから国家っていうのの、国家だけじゃなくて民族っていうのも宗教っていうのもあるから、国家っていうところで、あまりまとまるっていう感じじゃないのかな、わからないけど。まあだから結論からするとね、オーバーツーリズムとかの問題すべてね、結局日本人の問題だってことです。日本人がね、未だに社会を作ることができずに世間で生きてるのがいけないんです。ね、世間をさっさと捨てなさい。ね、自分とは全く関係がなく、理解できない奴が周りにうようよいるが、平和的に共存するというね、その健全な社会を作りなさい。そういう心を持ちなさい。で、その心を持つためには、やっぱりね、海外旅行に行くべきですね。一昨年まで日本に引きこもってた自分が偉そうに言うのも良くないと思いますけれども、海外旅行にどんどん出かけて、日本語を、その理解できない言語をベラベラ喋ってるという環境になれることでしょう。そうすればさ、言葉が違っていても、まあ、所詮同じ人間なんだなってことに気づくと思いますよ。まあ当たり前なんだけどね。まあ、宗教が違っていても、もちろん肌の色が違っても、ねえ、まあマレーシアはイスラム教の国なんで、結構スカーフかぶった女性たちがいますけれども、まあ彼女たちだって別に普通に電車の中でスマホいじってますからね、日本人と変わりませんよ。お腹空けば美味しいもん食べたくなるし、まあ当たり前、まず日本人と変わんないわけで、スマホいじりはほんとね、どこ行っても同じようなもんですわ。まあそんな感じなんでね、言葉が違っても、別にそんなに、そんなに拒否するべきことでもないなというかね、そういう感覚になれると思うんだよね。これなんか、水上ボートのバス停みたいな感じかな。ね、川沿いの、この橋がまたさ、なんか、ねえ、おしゃれな橋がかかってますよね。
まあでも最近円安でね、円が弱くなっちゃったんで、海外旅行行きづらくなったっていう話もありますよね。うん、円が弱い。でもね、円が弱いってことはさ、日本以外の方々からすると、日本は安く感じられるわけですから、で、日本はいいもの作ってるわけですから、めっちゃ魅力的なわけで、外国人を受け入れない手はないんですよね。で、だって日本はいいもの作ってるじゃないですか。日本製って、メイドインジャパンなんてもうめっちゃさ、高品質の代名詞みたいなもんでしょ？それはさ、これもその工業製品とかだけじゃないですよ。食べ物もそうだし、ホテルとかの品質とかもそうですよ。電車とかも、まあ、携帯電話の問題はあるけど、まあ、おおむねいいでしょう。だそういうものをさ、安く使わせてあげられるわけだから、外国人受け入れない手はないわけですよね。その外国人をさ、嫌がってたらさ、元も子もないでしょう。でね、なんかそんな話をしてる。ねえ、なんか壁に、これは何でしょうかね、なんか古代の人たちの戦いぶりを戦いぶりじゃないか、風俗を描いたもんなのかな。なんか現代人じゃないよね。なんか歴史を感じますよね。なんかお妃様みたいなわかんないけど、いやマレーシアは本当壁画が多いね。まあ、ただ壁になっててもね、面白くないから、壁画にでもしてちょっと目を引くようにした方がいいじゃないかっていう、そういうね、そういうアイディアなんでしょうね。にしても本当天気がよく変わりますわな。ちょっと曇ってきちゃったのは残念ではございますけれど、ちょっとこっち行っちゃダメか。ちょっと川沿いの道が。まあでもマラッカ来てよかったですね。ちょっと鉄道来てないので、ちょっと行きづらい場所ではありましたけれども。これね、何の宣伝でしょうかね。自動車ではなくて、なんか何でしょう。まあこの辺りまで来るともう観光客ほとんどいないですよね。まあそんな風に観光客ってやっぱり一定の箇所に固まってるし、なんか決まりきったところしか歩かないっていう傾向があるように思われます。なので、バンコクのカオサン通りからちょっと離れたところに王宮があって、その王宮の近くにはもう誰も観光客が足を運ばないように見受けられるというね、話を以前しましたけれども、なんかそれもさ、別に王宮の近く歩いちゃいけないわけじゃないんですよ。写真撮ってたら、なんか別に王宮の中を覗き込んで写真撮ったわけじゃないんだけどね、その王宮の近くにある、なんか、王様の写真のモニュメント的なものを写真撮ってたら、怒られるっていうか、まあダメよって言われたっていう話なんですが、なんか観光客って、ここは観光客に許された場所だっていうのを、なんか嗅覚で感じて、そこには行くけども、ここは観光ゾーンじゃないっていうのを嗅覚で感じたところには、足を運ばないようにするっていう、なんか空気読んでんじゃねえのってね、外国でも思っちゃったんですよね。なんだよ、日本人かよ、みたいなね。でもさ、今回マレーシア来ましたけど、マレー語わかりませんからね、トゥリマカッシーっていうのはわかりますけど、マレー語でありがとうは、トゥリマカッシーって言うんですね。あと、あなたっていうのを、アンダっていうみたいですね。あとは、なんだ？あと、にですね、に、トゥ。これはね、ドゥアっていうみたいです。カジャンドゥアステーションっていうのがありまして、カジャンに、まあそういう駅があるんですけど、車掌さんがいつも、カジャンドゥアステーションとか言ってアナウンスするんで、それで覚えましたけども、そのくらいなもんでね。ただ外国人にはやっぱり英語で対応するっていうのがまあ常識になってるみたいで、ホテルの人とかもですね、まあ、外国人だとやっぱ英語使ってくるんですけど、英語もわからないですからね。まあちょっと単語単語でわかる面もあるかもしれないけど、
やっぱり文章にされてペラペラ喋ってきたら分かんないですから。なので、なんかさ、日本以上になんか空気ってか、なんかその、多分こういうこと言ってるんだろうみたいな感じでね、なんか自分自身も空気読んで解釈しちゃってるみたいなね。で 100% は理解できないが、だいたい 60%、70% くらいこういうこと言ってるみたいだっていうことで、納得しておくみたいなね。気持ち悪いけど、まあまあ、全然わかりませんって言うと、めんどくさいので、まあ、そうやってね、ちょっとやっちゃってるところありますね。おい、日本から離れても空気読むんかいってね、まあ、日本でも空気読んでるつもりはないんだけどね。なんか、ねえ、言葉がわからないと空気読んじゃうっていうのも皮肉なものですね。あ、てか話変わるけどさ、頭上にあるこれ何これ、モノレールの線路ではないか。でもなんか、木が生い茂っちゃってるからね。でもモノレールの線路っぽく見えるけど違うのかな。でもこの川沿いにモノレール走らせたら面白そうだけど。あ、でもそんなんじゃないか。これなんか東屋もなんか中華風ですよね。なんか赤いし。まあでもさ、言葉って別に 100% 理解する必要は別になくて、大体そういうもんだよねでさ、なんとかなればそれでいいんだよね。相手の言ってることを 100% だ、そもそもですよ。日本人同士、日本語ネイティブの人たち同士、人同士が、日本語で喋ったとしても、その相手の言ってる言葉のね、その文章としては理解できても、相手がさ、何を言おうとしてるのかとか、相手の心まで全部わかるかって言ったらさ、厳密に言ったらわからないでしょ。でもそこを日本人はさ、わかるようなふりをしてやってるじゃん。だから日本人だったらこういうふうに思ってる違いないみたいなさ、それ良くないっすよね。そこまで求めんなっていうか、そもそも相手の心なんて 100% 理解できるものではない。これはもうそういうもんなんで、それを受け止めないとね。その上で、ただある程度のことは言葉でコミュニケーションができて、それで平和的に共存ができて、取引ができて、お互いうまくやれるならまあそれでいいじゃないかっていうところにしないとね。あ、これもなんか中華風の、なんか、ねえ、なんでしょう、中華風ですね。一歩風順、まあ、なんか、船の航海をね、祈願してるんでしょうね。いいっすね、これね。なんかかっこいいっすよね。かっこいいですよ。そうそう。だからさ、例えばですね、日本語ネイティブじゃない人が、日本語を覚えて、日本語で喋ってるっていうのを想定してほしいんですよ。例えばさ、香港の周庭さん、民主活動家で、なんか香港政府からもう追われちゃってさ、カナダに亡命したらしいですけども、香港の、その、周庭さん。まあ、周庭さんっていうのはそもそも日本読みなんだけれども、彼女は日本語を勉強して日本語わかるんですよね。日本語でコミュニケーションできると。でもさ、じゃあ彼女とさ、日本語で喋ってさ、それはさ、日本語わかってるから日本人と喋ってるのと同じかって言ったら、多分ちょっと違うと思うんだよね。っていう話をしてるうちになんかボートが来ましたね。観光客がたくさん、ね、ね、なんかこう、いいっすよね。あ、また来た、来た。ほら。ねえ。あ、マレーシアの国旗が。ね、国旗。あのさ、マレーシアもタイほどではないけど国旗をたまに使いますね。でもさ、日本人は国旗あんまり使わないよね。例えばさ、東京の隅田川、隅田川のさ、水上ボートとかね、観光客向けに結構あると思いますが、日の丸の旗掲げますかって言ったら掲げないじゃないですか。ねえ。おーっと、また来たね。あ、こっちは国旗ないんだ。なんかさ、国旗結構使うなっていう、ところありますね。でも日本だと、国旗を使うのってさ、なんか政府関係の施設とか、ここは日本代表なんですよっていうところを示す場所でしか使わないじゃん。あまり民間レベルでさ、国旗使わないじゃん。
まあ別にいいとか悪いじゃないんだけど、まあ、日本人は私が日本代表なのでそんなおこがましいっていうおしとやかな気持ちでそうしてるっていう面もあるし、あるいは、第二次世界大戦の時に国家のもとに個人を弾圧したってことを反省してるっていうのは一応あるから、国旗を使うとちょっとね、軍国主義とか、なんかその個人よりも国家っていう考え方につながりかねないので嫌だなっていう、そういう記憶っていうのもあるかもしれません。まあそれは別にいいんですけどね。別にいいんですけど。そうそう、だからさ、日本語ネイティブじゃない人が日本語を喋ったとしても、なんかさ、日本人と喋るのと比べて、ちょっとさ、なんか違うって感じしません？それはさ、日本語っていうその意味とか発音とか言葉を覚えたとしても、日本人的な前提、日本の世間に流れてる前提を、共有してるとは言えないからだよね。わかるかな？日本語っていうのはハイコンテクスト的な言語とされてまして、なんかね、言葉の意味以上のものがあるんだよ。だから日本人だったら普通こういうふうに考えるものだよね、みたいな、そういうなんか、なんか見えない前提があって、それね、言葉のね、国語辞典には書いてないんだよ。で、日本語を学ぶための教材にも当然書いてないんだよ。そんなこと別に説明しようがないから。でも多分日本人はそれを前提にして日本語喋ってるんだ。でも日本語ネイティブじゃない人、日本語いくら分かったとしても、日本人的な前提なんてそんな共有してないじゃん。だからなんかちょっと違うなって思うんだよ。でも、本当のこと言ったら日本人的な前提だって本当は合ってないようなもんだからね。人の心が分かるわけないだろっていう話で、日本人だったらこう考えるに決まってるって、まあ、傾向性はあっても一概には言えないはずですからね、なんて。マラッカウォータータクシーだって。タクシーなんだ、これ。あ、タクシーなんだ。路線じゃないんだ。はぁ。いや、知りませんけど、タクシーって書いてあるわ。ねえ。なんか中華街のド派手な街並みもいいけど、この川沿いの散歩もなかなかいいですね。いや、そう、喋ってると、喉乾くし、暑いっすね。まあ、ですから、まあ、日本人にはもっと海外旅行行ってほしいなっていうのは一つ。そして、日本以外の皆さんはぜひ日本に遊びに行ってほしいなと。まあ、今ね、日本に来てじゃなくてね、今、まあね、自分はマレーシアにいるんで、日本に来るっていうとなんかちょっと変なんで、日本に行くと言いますけれども、なんか対岸に結構ね、なんか、赤い屋根の家がたくさん並んで、これは何なんでしょうね。伝統的家屋みたいな感じなのかな。わかんないけど。いやー、でもマラッカ大都市ですよね。たくさん人住んでるし、鉄道が来てないのは不思議ですよね。マレーシアはもうこれ以上鉄道は作らないのかな。まあ、クアラルンプールにはまだ作ってるみたいですけど、クアラルンプールの MRT とかはまだまだ増やすみたいですけども、地方の鉄道はもう作らないのかね。もう自動車やばっかりなんで、道路さえ充実してればいいだろうみたいな発想なのかな。まあ、それで間に合っちゃってるのはそれもそれなのかもしれませんけどね。でもだとしたらさ、クアラルンプール近郊以外さ、まあ、それこそタイのバンコクからマレーシアまで鉄道で繋がってますし、シンガポールまで繋がってますけども、その鉄道もいらないよね。だって自動車があればいいんだからさ、いらなくないですか？クアラルンプール近郊は、その人口が多くて、まあ、自動車だけだと渋滞しまくってしまうから、鉄道が必要ではあるけれども、クアラルンプール以外は鉄道いらないんじゃないの？でもそうはなんないよね。やっぱあった方がいいんだよね。だマラッカもね、このぐらいの街になったら鉄道がつながってた方が、まあ、特に自分なんかはね、行きやすかったなというのありますけど、まあ、とはいってもね、鉄道を作る場所がないっすよね。もう、建物が建っちゃってるんで、作るとしたらトンネル掘るんですかって言ったらね、それもそれ大変だからなかなか難しいよね。ねえ、またなんか、ボートが折り返してきたのかな。ねえ。
これマレーシアともう一つの旗は一体何なんだろうね、これね。なんかあれかな、州の旗なのかな。タイだとなんか地方の鉄道もまだまだ作ってるみたいですけどね。チェンライってとこまで行く鉄道を作ってるみたいですし、マレーシアはまだ作らないのかななんて思いますけどね。なんて話をしてる、まあ、結局今回の動画は長くなりましたね。まあ風景の話をしててもね、なかなかまあ見たままよって感じなんですけど、いろいろとね意見を言い出すと長いですからね。これ何でしょうね、これこのキャラ何なんだろう。モンスター？マエマママママメマミーモンスター？なんだろう。なんかお気楽だよね、なんかね。まあ結構漫画アニメで人じゃないキャラクター好きですね。コジコジとかドラえもんとかね。まあドラえもんはちょっと人っぽくなってるけど、まあ、でもドラえもんか。カービィとかね。なんか人じゃないキャラクターってさ、なんか俗人的なものを超えたものを表現できるからいいよね。のび太くんとかさ、静香ちゃんだとさ、やっぱりさ、その、一応その物語の世界とは言っても、やっぱり人なんで、人の限界を超えちゃいけないわけですよ。空飛んじゃまずいじゃん、やっぱり。空飛ぶわけにいかないわけよ。ドラえもんは空飛んでもいいんだけどね。ドラえもんはもう、あれはロボットだから、空飛んでも別にいいんだけど、ね。だからこじこじそば飛んでもいいじゃん、別に。人じゃないから。カービィもそうですね。カービィは人飛ばないかもしれないけど、どうなんだろう。わかんないけどね。やっぱりそうやってね、人を超え、現実の人を超えた表現によって、なんかその、なんていうのか、観念的な何かをね、表現できるんですよ。だから、ねえ、このなんか、これなんでしょうね。これはなんかマレーシアン植物。ねえ、これなん、ねえ。でもなんかその街並みとか人工物が強烈なんで、自然風景とかね、ちょっと見落としがちですけども、やっぱりこのね、風景の基盤作ってるのは植物ですからね。なんか不思議な感じでね。沖縄とかもね、やっぱ日本の本州とは全然、植生が違いますからね。沖縄もなかなかちょっと異国情緒ありますよね。あ、ここがフェリーじゃなくて水上ボートの発着所なのかな。たくさん船が溜まってますね。あ、ここか。そっかそっか、ここは終点なんだね。っていうかさ、オランダ広場のあたりって観光客たくさんいましたけど、彼ら観光客たちってどうやってマラッカ来てんのかな。私はバスで来たんだけど、バスの車内で観光客一人もいなかったよ。なんか別のバスなのかな？クアラルンプールからの直通の高速バスかなんかで来るのかな？ねえ、わからない。ツアーバスかなんか、ツアーなのかな？あれだけ大勢の観光客は、どういう交通手段を使ってきてるのかなっていうのは、あ、もしかしてさ、タクシーとかなのかな？なんか公共交通機関的なものじゃなくて、タクシーとかでマラッカって言ってくるのかな。わかんないよね。てなわけで、ここで遊歩道も終点ですね。はい。なんか取り留めもなくいろんな話をしてきましたけど。まあぜひ視聴者の皆さんも、ぜひ日本を飛び出して、旅行してみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。